けんな。おにぎりあるけん、おにぎり食べろかも言うて。コーヒー飲んだら楽になれと。おにぎり今食べたら昼食べれるんだろ。食べれんことない。10時よく。火をていけんけん。お茶入れろ思って。あら、10時過ぎたらしん。ああ、このおにぎり食べたら、あの時間ではいけない。おにぎりを食べるのは花子がおかしいわ。朝顔勢いいいな。長ズボンあるの。ああ、わかった。あるって決まっとるの。あたたた。暑い。これ。暑いけどいい。体がぬくもるけんな。買い物は明日明後日やろ。買い物の中のおかず買ってくるっていうぐらいやろ。今度米あるし。これ2日ぐらいで帰ってくる。帰ってくるけん早いね今回。早いの帰ってきてよ。うん、来るんだって。どうせ保険証。30までしか使えない。今日明日使えない。これ、着く？いや、明後日着く。いや、うん、その明後日。ああ、の、保険証？うん。まあ、一応今日、区役所出ました。どこへ着くの？ここへ着く。ここに着くように、転送依頼1週間前にしたんよ。うん。郵便局行ったろ。うん。あの時に転送したの。ああ。転送じゃないと無理なのと。うん？転送手続きせんと、ここに送ってくれたら送りますじゃいかんのよ。ああ。1週間前、郵便局どこって聞いたろ。うん、あれは区役所電話して、うん、あの郵便局行ったよ。うん、今日今さっき電話した。今日明日しかない。10月1日からのやつになるけん、届かんかもしれんよって電話あったけん。住所がまだ向こうやけんな。うん、
いや、手続きしたらいっぱい書類が来そうな気がして嫌だったんやけど、あれ大事なもんもこうなるけんな、うん、なんか落ちたよ。どこへ？え？転送ここにしたけど、ここに来るよ、書類。今日はな、どこも戸を閉めとるけど、部屋いいんよ。なあ、あんまりな、上は2階は上がる。2階は抜くかど、戸閉めとったら、うん、閉めとったら抜くいうか、開けとっても風通しいいよ、別に2階は。部屋いで寒ない寒ない、それは干すときだけやろ。全然気もないよ。だけどもう明日、明後日、え？明日、30、明後日も10月やもんな。うん、そうよ。早いな、10月、この間暑いよったのにな。そうよ。正月のこと。今度も雪に積もらんけん、ここはいいわいな、うん。雪積もらんけど、上に行けんだろもん、山に雪積もった。ああ、上は行けんだね。上はもう危ない。うん、やだもか。やだもも山越えないけど。買いだめしとくんやもん。うん。あんた、何31日ごろに。31日ないよ、今月は。30日しかないよ。違う違う、11月。12月やろ。うん、12月。うんうん、みんな、お母さんの、ああ、新規やの。高山。高山へ、丸寿司とな、そして巻き寿司、なんぞ、お正月のものができとったら、こう山で買うたらいいわよ、思ってんな、お母さん。うん、高いと。それだったらもう近くでスーパーで買うてきたから早い。スーパー美味しかったない、ね、ないけど、こう山のやつってもう、あ取り入ったり許せないかになるけん、もう一緒なんよ。一緒やな。それは今考えてもいい。別に。木村で買うたらええわよ。うん、こう山だったら大損なのよ。うん、大損。入れ物も返さないかんとかな。うん、そして、何やろ。車の利号が多いけんな。車が。ほんで、なんぞお正月用のものをもう木村でみんな買ってもらう、買ってもらった方が、どうせ材料買いに行かないけんのじゃったら思いよったんや。でも去年の暮れも雪一回だけ降ったろ、バンと年末に。あとは2月ぐらいやったろ、うん、だけど12月に降らんかったもん、全然大丈夫なの、うん、12月にはな、違う、31日にはやっぱり利号が多かろ、車が去年全然多なかったけどね。あー、そう。ただ、買い物のバッグやろ、うん、あれ普通レジ入れてくれろ、こうやって、うん、12月だけ入れてくれるんだよ。あ、忙しいけん。忙しい、だけど忙しくないんよ、うん、ないけど12月はもう自分でやってくれいうルールになっとるけん、でやれって言われたんで、去年覚えとる、そういや、うん、入れたらええわ、袋入れさえしたらいいんじゃ。いや、袋入れ、うん、手が振る、ひよってひよって、今日は手が振る、変わっとる人がいいな、手が振るじゃなくて、どうせ何か家で何か作る言ってもお金がいるんじゃけん、どっち金のことよりその手間暇がかかるって、今考える必要ないんだって。いや、うち寝れん時には考える、お正月どがいしょ。いや、無駄なこと、それが無駄なことよ。去年だって済んだんやね、ちゃんと済むんやけん。正月だって生活は一緒なんやけど、やることないんやけん、誰が来るわけじゃないし。去年の12月の11日はゆうこちゃんが来たもんな。12月の11日だったと思うけど、会いに来たろ、ゆうこちゃんとか。ゆうこちゃん、ああ、ゆうこも若いに、よいけゆうこと聞かなって、ばばさんが元気でおってもらえや、よいよいが。さ
さんでも恵子と弘子があの家におってくれるけんな若い、うん、おじゃけんまあ安心しておれる。あそこも割合買い物行くときスーパーが町まで行かなきゃいけんな、いうかとこは。わからん場所が行ったことないっけ。なあの家大きい。大きい。家は大きい。うん大きい。上等。